ある平行時空で、おじいさんとおばあさんが、の財団サイト、81、に研究員として勤務しておりました。おじいさんは実験へ、おばあさんは川に現れる異常存在の収容に出かけました。すると川上からドンブ、削除済み、そして、エージェント桃太郎として財団へ雇用されました。しばらくして、桃太郎は鬼ヶ島と呼ばれている島にいる敵対的人型実体、以下、SCP-JP-1 の収容任務につきました。桃太郎はその異常特性のために他の人間とは一緒に行動できません。そこでおじいさんは、桃太郎、この、削除済み、を混ぜた財団標準資料を持っておいき、これで動物を従え、SCP-JP-1 を捕獲、収容する助けになさい、と指示しました。桃太郎は、直ちにサイト、81、を立ちました。鬼ヶ島周辺までたどり着いた桃太郎は、徒歩に切り替えて動物を探しました。まず向こうから犬がやってきました。桃太郎は犬の口に資料を押し込みます。すると、犬は言いました。ワンワンワン、ワンワンワン、ワンワンワワワン、ワンワンワン、なんだかとっても不気味です。でも、犬、は桃太郎の言うことを聞いたので、桃太郎は気にしませんでした。次に、普通の猿が現れました。資料を食べさせると普通に桃太郎の後ろからついてくるようになりました。桃太郎がそうして歩いていると、もう夕方になっていました。気がつくと周囲は防爆たる荒野である、暮れかかる輝きが、カクカクと桃太郎の顔を紅に染める。無意識のうちに、桃太郎は空高く浮かんでいた。夕日の赤々とした輝きが眼前に迫ってくる。桃太郎はあまりの眩しさに、その光を見ていられなかった。だが桃太郎はすぐにその光の中に出すものを認識した。方向しつつ自分を丸呑みにせんとする、黄色の生地。先生、この絵本よくわかんない。どれどれ。託児所内でセキュリティ、違反を確認、応援頼みます。先生、ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。